伊藤かな子は日本の女性歌手、栃木県宇都宮市出身、血液型は AB 型、既婚者。1998年から都内のライブハウスで音楽活動を始め、2002年9月にニトルプラスのゲーム、帰国外の主題歌、涙づくし鈴音響で歌手デビュー。その後は日暮らしのなく頃にスクールデイズの楽曲を担当するなど、 ニトロプラス作品のみならず数多くの PC ゲームやテレビアニメの主題歌を歌っている。愛称はカナタロウなど、特技はケンチンシルを作ること。三人兄弟の長女である。高校一年生の時にバスでレベッカのフレンズを歌い、褒められたことが歌手を目指すきっかけとなった。レベッカのほか、パーソンズ、ジャニス・ジョプリン、スティービー・ワンダーなどの影響を受けている。 2009年6月に開催されたニトロスーパーソニックテンスアニバーサリーにて結婚を発表した。2020年10月に所属事務所であるアミュレートを退所した。2021年には新たに YouTube チャンネルを開設したり、ベトゥーバーのプロジェクトにて配信番組としての課外授業でのコラボ等の活動も行っている。オリジナルアルバムベストアルバムありがとうございます。